コーストFMロックはダイをお聞きの皆さん、王様プラスブラッドサバスの三谷です。ブラックサバスの日本語直訳&演奏完全再現 CD 黒い安息日伝説が5月29日に発売になりました。本家ブラックサバスが5月に来日したこともあり、ヘビーメタル界では今話題騒然のアルバムです。さらに我々のプロモーションビデオウォーピーグス戦争豚も YouTube で絶賛再生中。皆さんもぜひ一度チェックしてください。戦争豚で検索すると出てきます。ブラックサバスの素晴らしいサウンドと現代社会にも通用する重厚な歌詞の世界をぜひ堪能してください。まさに仏作って魂も込めたみたいな。5月29日に発売になった王様プラスブラッドサバスの新作 CD 黒い安息日伝説をよろしく。はい、脳天馬画像とこう黒い安息日伝説から、聞いていただきました。先ほどインタビューというかね、あのメッセージいただきましたけれども、本日は電話インタビューもつながっておりますので、よりいろいろお話を伺ってみたいと思います。王様プラスブラッドサバスから王様、そして、ブラッドサバスのギタリスト三谷さんにお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしく。どうもです、王様です。はい、聞こえてますか？はい、大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず王様にちょっとお話を伺いたいと思います。はいはい、
まずはアルバムはリリースされたばかりなので、はい、聞いた人のフィードバックっていうのはまだあれかもしれないですけども、リリースされて今のお気持ちというのをお聞かせください。はい、久々にですね、骨太のハードロック作品を作ることができたなと、うん、結構のミニアルバムとかオムニバス系なんかのアルバムを最近は作っていたので、ワンアーティストで出すとこの量もあってですね、対策ができたなと、満足感でいっぱいでございます。なるほど。まあ、あのディープパープルの、はい、カバーで出したり、レッドゼッペリンの直訳カバーだったりなんかが、はい、あの僕なんかも聞かせていただいたりしてたんですけども、はい、まあ、そこからかなり時間を置いて今回、はい、ブラックサバスの、まあ、直訳カバーということだったんですけども、はい、まあ、今なぜこのタイミングでブラックサバスをセレクトするような感じになったんでしょうか。そうですね、5月に、はい、このブラックサバスさんが、来日して日本でねライブをやるっていう、そういうタイミングもありましたし、私の友人であるですね、このブラッド・サバスさんたちが非常にこの本家ブラック・サバスを研究していてですね、サウンドもバッチリだと、これはもうタッグを組んでやればですね、鬼にただ棒だと、まあ、そんな全てがバシッとタイミングがあって CD 作成ということでございますね。ブラックサバス、まあ、をカバーする、直訳カバーするにあたって、はいはい、何かやっぱりあの他のアーティストと違ったことなんかっていうのは意識されたこととかっていうのはありますか。あ、やっぱりですね、レッド・ゼッペリンとか、まあ、その辺と違ってですね、はい、非常にこの詩の内容、歌詞の内容が硬派だと、はい、なるほど、の真面目でですね、特に人間のこの愚かな行動、まずは戦争だったり、はい、まあ、武器のね、核兵器だとかそういったものも含めて、この、まあ、王様のちょっとこの普段は赤白のちょっとこのユーモラスな格好でね、はい、まあ、真面目に演奏するんだけど、ところどころこの笑いを取るみたいなところは、はい、エンターテインメント性としてあったんですけども、このブラックサバスに関しては非常にこのやっぱり歌詞が真面目なので、その、まあ、ちょっとみんなにくすりと笑ってもらおうかななんていう部分が非常にこの隙がない、ブラックサバスはもう本当に固い硬派なバンド、歌詞の内容も硬派だったっていうところはありますね。なるほど。じゃあその歌詞訳する中で、はい、やっぱセレクトする言葉っていうのも役のパターンっていくつかあったと思うんですけれども、はい、どっちかっていうとこの硬派な方に流れていったみたいな感じですか。いや、もう本当に硬派な方だし、うん、だからちょっとこの、ユーモラスなポイントを作るということでは、うん、叫び声の例えば「うーえ」とかね「はい、オーライ」とかそういう非常にこの短い叫び声のところで応援だったら、いいねとかね。そうですね、はい、そうでしたね、はい、大丈夫とか、ね、そうですね、はい、叫び声でちょっとこのいつもの直訳が炸裂、ちょっとユーモラスな点はあるぐらいですね。でも本当に数えるポイントぐらいしかないので、まあ、非常に、今回はちょっとしかも黒い衣装でね、はい、いつもと違う王様だぜっていう感じもちょっと醸し出しつつ、骨太の硬派なハードロックを日本語で歌ったという感じですね。なるほど。通常でしたら多分王様は王様として活動していらっしゃると思うんですけれども、はい、今回、まあ、バックバンドというにはあまりにも強烈な、はい、ブラッド・サバスとのコラボレーションという形ではい、やったんですが、まあ、このアルバムリリースされたわけですけども、はい、どうでしょう、違いっていうのはやっぱりありましたか、普段の。ギターを弾かせてもらえないなるほど。王様の場合はついついこの、ね、アレンジしてね、はい、例えば地味変っぽく弾いてみようとかいろいろそういう、まあ、普段から遊び、まあ、違うディープパープルでも何でもこう自分なりにこうその時に思いついたギタリストっぽく弾いてみたりとかっていう、まあ、そういう、遊びもやるんですけども、はい、まあ、今回はそういう意味ではね、はい、徹底してサウンドはブラックサバスに、はい、近づけるんだと
ということで、まあ、王様のギターはですね、弾かせてもらえない弾かせてもらえなかったんですかギターソロを、はい、ギターソロで数曲ね、ちょっとあの弾かせてもらったな、自分をお許しいただいたというぐらいですね。あれ、個人的な認識でいくと、はい、あのなんかなんだろう、王様の方が王様、はい、っていうがゆえに、はい、こう伝統してる感じが雰囲気を勝手に思ってたんですけども、引かせてもらえなかったみたいな、そんな仕立てな感じなんですか。いやもうね、あのなんていうかな、このブラックサバス一筋みたいなね、はい、やっぱそういう人たちの前でやはりですね、この王様みたいにね、浅く広く何でもやるぞみたいな、ちょっとね、その姿勢がね、うん、やっぱり真面目な人たちにはもうやはり席を譲れみたいなそういう感じで、なるほど、あの意外とこの気が小さい王様だっていうのは ありますね。なるほど。実際のライブでは普段あの確か映像なんかを見せていただいた限りでは、はい、王様の赤いマントの時はギターを弾いてらっしゃった記憶が僕の中にあるんですが、はい、もうギンギンに、はい、もう天才ギタリスト、はい、あえて今回はもうもちろんライブではですね、はい、三谷あゆみとですね、はい、ハモってみたりとか、まあ、ちょっと CD のではちょっと聞けないアレンジバージョンみたいなのも、うん、試してみたりとかですね、はい、ライブ版ではちょっと許されると、なるほど、少し遊びが許されると、うん、許可されてるっていう感じですね。許可されてるわけですね、はい、なるほど、なるほど、はい、あ、じゃあライブだとツインギターなんかも聴けちゃう。そうですね、ブラックサバスさんなんかでも、はい、この曲でこのハモリフをハモってるなんて意外とまあ新鮮ですねなんて言われたりするので、うん、まあ、ちょっと私も順に乗ってね、はい、どのリフでハモろうかみたいなちょっとそういう悪い感じで、ライブではいいのことですね。なるほど。ではその真面目なブラッドサバスの三谷さんの方にちょっとお話を伺ってみたいと思うんですけども、はいはいはい、どうぞ。まずじゃあ今回アルバムリリースになりました今の心境をお聞かせいただければと思いますが、まあ、ようやく形にできたという感じで嬉しく感じております。で今回、まあ、先ほども王様の方にも伺いましたけども、今回そのコラボでのこういう音源のリリースということなんですが、どうでしょう、お話を受けた時の流れとしてはもう喜んでみたいな形で2つ返事で OK だったような感じなんでしょうか。そうですね、もともと僕らそのブラックサバスの音楽を広めようっていう形でやってた、バンドで販売促進バンドって名乗ってたんですけれども、あ、本家のブラックサバスの販売促進っていうことですよね。はい、そうです、はい、ライブ会場でもブラックサバスのオリジナルのスタジオ版の CD を売ったりとかですね。おお、なるほど、はい、T シャツを売ったりとかしながらですね、ブラックサバスの販促活動を日本でしているバンドという、はいはいはい、位置づけでやってたんですが、なるほど、はい、どうしてもその言葉の壁っていうものがこう乗り越えられなかったんですが、はい、まあ、今回その直訳ロッカーの王様とタッグを組むことでですね、最後のその日本語の壁っていうものも楽々とクリアしてしまったというね、うん、感じになりました。非常に反則バンドとしては、なんかちゃんとやってますよ。日本でちゃんとこのブラックサバスの音楽サウンドと、歌詞の世界観ってものを広めてますよっていうようなことができて、非常に誇らしい気持ちでおりますね。あ、なるほど。そうですか。まあ、このブラッドサバスがブラックサバスをやるにあたって、まあ、サウンドっていうのも、はい、まあ、僕もブラックサバスに関してはマニアではないんですが、はい、一応一通りある程度聞かせていただくと、なんかやっぱその、はい、空気感というか音の、はい、音像みたいなのすごいよくこうなんつったらいいですか、再現してらっしゃるなという印象がやっぱりあったんですけども、はい、何がポイントなんでしょうか、ブラックサバスの音を再現する時にのポイントというのは。あ、難しいですね。その時期時期によって音が違ったりとか、はい、一つのアルバムの中でもこう彼らがいろいろ試行錯誤しながらその機材をいろんなものを使って録音してるなっていうのがあったので、はい、まずはそのよく聞くことからですかね、
よく聞いてどういうことやってんだろうなっていうことをこう想像して、いろんなビデオを見たり、いろんなライブ版を聞いたりとかっていうことをしながら、こうこんな感じかなみたいな形でやっていきました。あれですか、通常ブラッドサバスというのは、まあ、今回王様とのコラボレーションということだったんですけども、はい、ボーカルの、おじい役なんでしょうか、ロニー役なんでしょうか、はい、トニー役なんでしょうか、はい、がいての、まあ、ライブ活動をされているということでよろしいんでしょうかね。去年の秋まではそれでやってたんですけれども、はい、去年の10月からは、ボーカルがいなくなって、あら、はい、演奏部隊3人だけになって、ブラッドサバスと名乗ってまして、はい、で、お手伝いしてもらえるのはオーストラリアのボーカリストで90っていうのがいるんですけども、はいはい、90知ってます、はい、はい、彼とやるブラッドサバス、あ、ブラッドサバスと、はい、日本語でやる王様ブラッドサバスっていう2つのこう顔を持つという、スタイルでやってます。あ、なるほど。だ、英語でやる場合は90と一緒にやり、はい、日本語でやる場合は王様とやり、両方希望だったら両方でやろうかみたいな、なるほど、感じで、あの、とにかくあの反則バンドですんで、はい、日本語の価値観を伝えたいときは王様と一緒にやり、うん、で英語でこう、まあ、本家のネイティブの英語で聞きたい場合は90とやるという形で使い分けておりまして、演奏部隊は3人でやってますよという感じ。なるほど、分かりました。はい、で、あの、まあ、このラジオのこの番組っていうのは、まあ、今の現代的なヘビーメタル、メタルコアとかそういうものも含めた、まあ、かなり幅広いジャンルの幅、ハードロック、ヘビーメタルみたいなのを流しているんですかけれども、はい、今回この黒い安息日伝説をオンエアさせていただくときに、はい、かなりあのレベルの小さい、音量的なレベルの小ささっていうのがちょっと驚いたんですが、はい、今の現代ってどっちかというとこう音量のとしてのレベルのこう争いになってる部分ってあるじゃないですか、はいはい、やっぱその辺っていうのはその昔の、例えば今 CD でしたら、まあ、リマスターとかしてないバージョンの音量ってやっぱ結構レベル低かったりしますよね、はい、その辺なんかは意識されてのこのレベル設定だったり、さすがこうポイントが違います、ね、いやあのとか、あのやっぱこのレベルの触れ見てるとあれちっちゃいとかって思ってやばいとかって言ってあげることがあったんで、はい、すげえそこら辺は伺ってみたかったんです。マスタリング段階で、はい、音をどんどんコンプで突っ込むってことをやることは可能なんですけれども、はい、そうすると結局ダイナミックレンジが狭くなっちゃって、はい、もうちょっとギターはその強い音と弱い音がこう加減されてるのに、うん、全部同じ感じでのっぺり聞こえてくるっていうのがあって、そうするとそのスタジオ版のあゆみさんのやっているギターとちょっとかけ離れるんで、なるほど、はい、そんなに突っ込まないでやりましょうっていう話をすると、今度はあんまりじゃあラジオでかかると、急に音量下がっちゃいますよって話になるんで、じゃあその辺でどうしようかっていうことでいろいろこう、音圧感を持たせつつダイナミックレンジも大事にしてっていうのが今回のマスタリングポイントになりました。なるほど。本物のスタジオ版聞くともっと音量聞きたいと思うんですよ。あ、リマスターとかまるっきりしてない本当の、はい、一番最初のスタジオ版のやつはものすごく音量小さいと思うんですけど、その代わりそのダイナミックレンジが楽しめるっていうのはあると思うんですけども、 あまりラジオ向きじゃないんで、ちょっとラジオも意識してちょっとだけモダンなマスタリングにしたっていうのが今回の作品です。なるほど。じゃあ半分ぐらい正解だったってことですね、僕のあれは。いやいや、正しいと思います、ね、はい。で、まあ、一応多分あのリリース後とか、まあ、リリース前にもライブ先ほどのお話だったと伺うとやってたと思うんですけども、はい、今後このアルバムリリースしてのライブのスケジュールなんかっていうのはあったりもするんでしょうか。はい、あのライブもありまして、まず直近で言うと6月の1日にですね、はい、渋谷のディスクユニオンっていうところで、王様プラスブラッドサバスの新譜発売サイン会っていうのをやります。はい、でその後、6月の18日ですか、はい、静岡のウーフですか、ね、はい、あ、ここはあの静岡の場合はあの王様とあのブラッドサバスではないあの、はい、あの王様の、まあ、日本語直訳プラス、はい、ドラムが、ファンキー水押しみたいな、はいはい、ちょっと変わったプロジェクトで、まあ、あるんですけども、はい、
や、ブラッドサバス、王様プラスブラッドサバスっていうとまあちょっとまだね、東京の方でしかないんですけども、はい、6月の23日に、はい、東京の神田に宮地楽器さんっていうのがありまして、はい、そこで親父コピーバンドコンテストがあるんですけども、はい、そこのゲストで王様プラスブラッドサボスで、まあ、30分から40分のゲストライブがあり、はい、あと、6月の29日にこれもやはり東京なんですけども立川のバベル、はい、立川のバベルっていうライブハウスでも王様プラスブラッドサボスで、6月はこの、まあ、この2つが、はい、あるかなっていう感じですね。なるほどなるほど。確かこのバンドで福島なんかでもライブやったりもされてましたよね。はい、しております。ってことはまあ何かしらのオファーなんとかあれば王様プラスブラッドサバスでこう各地に出没するということもじゃあ考えられるという。はい、もちろん。呼んでください呼んでください。それはじゃあ一度で収録のストップボタンを押した後に伺いたいと思いますけど、はい、じゃあですね、このアルバム、まあ、この番組でも何度かオンエアさせていただきましたけれども、アルバムを手にした方そして今このラジオを聴いている方に、じゃあお一人ずつメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあ、ブラッドサバスの三谷ですけれども、はい、ぜひ、まあ、今回の日本語をよく聞いていただいて40年前から、彼らが歌ってきた世界観というものをよく理解していただいて、できればまたオリジナルのスタジオ版なんかも聞いていただけるとあこんなことを彼らが歌ってたのかというのが分かると思いますので、僕らのアルバムと、ブラックサバスのアルバムも両方買ってくださいとよろしくお願いいたします。はいはい、王様からはですね、大音量で王様プラスブラッドサボスのこの黒い暗殺日です、大音量で聞いてくれと、そうすると何か必ず心に伝わってくるものがあるぞと、こんな感じですね。はい、わかりました。5月の29日ですね、リリースになりました、王様プラスブラッドサボス黒い暗息日伝説ということで今日はですねお二人、王様と、ブラッドサバスのギタリスト三谷さんにお話を伺ってみました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、最後にもう一曲聴いていただきたいと思いますので曲紹介の方お願いします。はい、それではちょっと、ガツンと長い曲ですけれども、ブラッドサバスの本当に、これだっていう曲でございます。聴いてみましょう。王様プラスブラッドサバスでオーピックス戦争豚様は民衆そそのかす、まるで魔女の黒ミサ、邪悪な戦争大量殺人、呪いをかける魔術師、戦場では死体が燃えている、戦車が走り回る、憎しみと殺戮、兵隊たちを洗脳してる狼様。
の悪事は暴かれる。楽しむために戦争を仕掛ける。人々はただの将棋の駒、裁きの時は必ず来る。おー神様、暗黒の世界が止まる。戦場には灰が積もった。戦争豚をどさばらすな。神様にお祈りしよう。審判の時を待ってる。戦争豚は這いつくばる。犯した罪を懺悔しろ。悪魔が笑ってる。おー神様。